4番目のトラブルは汎用モジュールルが使えなくなくるというトラブルです、えー、事案としてはシステム開発を受注しまして受注者は自社が同種のシステムを開発する際に使用している汎用モジュールをそのシステムに組み込んだんですね。で受注者は発注者から出された契約書に そのままサインしたんですが果たしてその契約書にサインをした受注者は今後もその汎用モジュールを使うことができるでしょうかという事案でして発注者が示してきた契約書にはこういった記載がありました。成果物物本業務の履行の過程で創作作された著作物受注者が 本業務の履行以前からすでに保有していて成果物に組み込まれた既存の著作物いずれも含む括弧閉じ）の著作権括弧著作権法27条及び28条に規定する権利を含む括弧閉じ）は発注者に移転する受注者は発注者に対し著作者人格権を行使しないさてこの契約書 どんな問題が潜んでいるんでしょうか実はこれ汎用モジュールの著作権が移転しちゃってるんですね受注者としては今回の契約で新たに作った部分新規開発部分に関して著作権を発注者に移転することそれはまあいいでしょうしかし汎用モジュールというのは会社の資産です 今後も使っていく必要がありますそれに関してはは移転させるつもりは全くないですよねしかしこの契約書をよく見てください。成果物の著作権が移転すると書いてあるんですがその成果物の定義のところで本業務の履行の過程で創作された著作物つまり新規開発部分だけじゃなくて受注者が本業務の履行以前から すでに保有していて、成果物に組み込まれた既存の著作物、これ汎用モジュールのことですよね。これに関しても著作権が移転すると書いてあるんですね。このひどい契約書一体何なんだと言いますと、実は私が昔弁護士になりたての頃に作った契約書なんです。この事案ではその発注者側から。 てての著作作権をを取得できるような契約書を作ってくれれと言われまして私としてはそんな汎用モジュールの著作権も移転するような契約書にしちゃったら受注者側が反発してきて多分修正させられますよというふうにアドバイスしたんですがそれでも構わないということだったのでこういったた契約書を作りましたそうしたら受注者はそれに何も異議を言うことなくあっさりと反抗をしたんですね。 私はその時に、この、気づいたわけです。中小企業というのは。ほとんどろくに、契約書を読まないんだな。こんなひどい規定があっても、何も気づかずに、反抗をしてしまうんだなと。だから本件の、受注者の教訓は。汎用モジュールの、著作権は、移転させてはいけない、ということです。じゃ、具体的に、どうすれば。 汎用文書論著作権が移転しなかったといいますとこういった規定ですね。本件ソフトウェアの著作権については発注者または第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き受注者に留保されるただし発注者は本件ソフトウェアにかかる委託料全額を受注者に支払ったときに 本件ソフトウェアのうちプログラムの著作物の複製物を著作権法第47条の3の規定に従い自ら利用するために必要な範囲で複製本案することができるともう何言ってるか全然わからないかもしれませんがものすごく噛み砕いて言うともう作った著作物全てに関して受注者に留保させますと。著作権は全部 受注者が持ったままです新規開発部分も汎用モジュール部分もただしちゃんとお金を発注者が払ってくれるんだったら最低限の範囲で利用してもいいですよとこういった規定ですねこれであれば著作権は全部受注者に残りますのでさっき言ったようなトラブルは起きなかったんですもちろん発注者によってはいやいやいや 新規開発部分については著作権を取得したいと言ってくるかもしれませんがその時きは新規開発部分についてだけ著作権を移転するとそういうような規定に変更すればいいわけですこの規定は受注者にとって一番有利な内容の規定になります